何も問題なく的確テストに合格した学生たちは、超周波数で専属根知能武器に接続して戦う。まあ、がっかりしないで。学院は、君のような特別な学生に対して、もう一回入学試験を設けているの。歩けるようになった?これから君を試験に連れて行くよ。君以外に、イカロビーという、もう一人、特別な学生がいる。彼女は、超周波接続に成功したけど、根知能ネットワークの操作がとても乱暴なの。ワンワン!狩りですか?練習用の強化型 AI がすでに待っている。イカロビーとチームを組んで挑戦してみて。これごとぶった切ります。任務完了。ご主人様、ご褒美ください。これごとぶった切ります。皆さんを癒します。私でよろしいのですか。だけきっとみんなの役に立ってみせるよ。はじめまして、私ちたけって言うんだ。みんなに信頼してもらえるように今日から頑張るね。正義の刃、あなたのために振るおう。レンジャーライラ、水産。今度は敵の体に Z の文字でも残すとするかな。
楽勝楽勝、完璧な仕上がりだ。楽勝楽勝、完璧な仕上がりだ。任務完了。ご主人様、ご褒美ください。任務完了。ご主人様、ご褒美ください。我に献上する血は用意できたか？自己紹介？ディファクレア。先に言っておく。私の研究の邪魔しないで。バタトエバンヌは風紀委員見習いです。これより委員長の風紀を正します。オードリー・ボルト、パッカー。すみませんが、妹のピカを見かけませんでしたか？私はピカ、ピカ・アンペア。あんたが姉の言ってた班長さんなの？言っておくけど、私はあんたと仲良くするつもりなんてないんだからね。未来の剣王ブランチェ、ここにあり。ほら、これでも飲んでついてきな。この力、試すとき。来たよ。あれ、君が院長？こんにちは、ビッグだよ。今日からクラスメイトだね。この眠れる獅子である私を呼んだ子羊さんはあなたなの？私は生徒会長のコンスタンスですわ。この手の盾で皆さんを守ります。血の名薬、我に力を。